和牛って一言で言うとうまいです。でその中でやっぱり黒毛和牛っていうのは日本人が一番好きな柔らかさ、そして脂ですね、あとジューシーさ、この辺をもう全て兼ね備えてるので使いやすいというか、食べ手のお客様も馴染みやすいというか、すごく重宝してます。肉ってやっぱりこう高級品というまだイメージが強いですよね。でその中で和牛をどういうふうに使っていったらいいのかなと。で近所の肉屋さんもさっぱりヘレは売れんねんけども、もうサーロインすら売れへんなってきたなという話を聞きまして、ヘレのとは別の部位を高級感あるように仕上げれば貢献はできるなという思いになりまして、でそこで昔ながらのすき焼きって皆さん日本人って好きやと思うんですね。すき焼き風でローストビーフを作れば、お客さんのニーズはどうなんかなっていう、ちょっとまあまあ僕ミシュランいただいたので、それでちょっとお返しっていう形でテストランでこう配布したわけですね。ほんならもうすごく好評いただいて、すき焼き風のローストビーフを作ったっていうのは、そこからの発想ですね。人気のない部位を何とかしたいっていうのはやっぱあるわけですよね。油の質が部位によって全然違います。その部位に対して一番最善な料理方法を考えて余すとこなく、使っていかなあかん時代に入ってきてるなと、そう思いますね。肉って面白くて、鉄板で焼く香りと炭火で焼く香りと全く違うんですよね。僕はすごくタンが好きで、そのタンも煮込みにしたり、その石窯で焼いてみたりと、いろんなことで、様変わりする、食材の一つなので、まだまだこれから、和食の料理方法技法を入れていくと、もっと幅広く奥深い、肉の料理がこれからも、追求できるような気がしますね。フランスにも僕よく行くんですけども、前とあるイベントで、パリで、そこで僕すき焼きしたんですね。日本の文化を伝えたいなということで、やはり喜んで、日本の牛はうまいなと、フランスの肉と比べることは全くなく、まず言われるのが柔らかいねと、それと適度な脂があるねと、で肉の味もちゃんとしてるねと、そういう評価を僕は常に耳にしてるので、日本の肉っていうのはこれから世の中にどんどん出ていってほしいなと、世界中に対してね。やっぱり日本の家畜の餌、環境、全てにおいてやっぱりレベルの高いことをされてるので、いい商品が生まれる、世界に誇れる僕は肉やと思いますね。